お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのボムタワーバルーンデッキをね、紹介していきたいなと思います。でですね、結構使われてる方は、このナイトの枠がアイスゴーレム、そして、ローリングットの枠が、ローリングバーバリアンのね、はい、型の方が、ま、基本的には使われてるんですけども、最近ちょっとね、このナイトウッド型もちょっと出てきましたので、はい、こちらやっていこうかなと思います。まあ、僕が、このなんかね、バルーンを紹介することは本当に初めてレベルな気がするんですけども、結構強いんですよ。だから今バルーンが普通に強くて、なんかトルネードが、相手になかったら、もうその時点で結構バルーンが通りやすいみたいな環境なんですよね。まあ、トルネードなくても、まあ、負けることはありますし、もちろん。逆にトルネがあっても相手にね、2周目とか、こう立ち回り次第でも勝てるという部分で、めちゃくちゃね、バルーン強くねっていう環境がちょっと、最近ね、はい、思いますので、とりあえず、こちらのバルーンやっていきたいなと思います。ナイトのことによってのメリットとしては、相手のディガーですね。今だったらディガープラスのオールブレイカーとか、まあ相手がバルーンデッキでも、まあディガーがお互いこう入ってる状況で、相手のディガーをね、拾うことができるっていうのは、個人的にこの、なんか削り対決での強みと言いますか。まあそんな気がしてますね。まあ逆にアイスゴーレムだと、まあ回転が速くなるので、より高回転でバルーンを飛ばしたりだとか、さあ、まあここは別にアイゴレでも拾えてたんですけども、まあナイトのことによって、まあまあまあ、全体的にね。さあ相手は、雪玉でしたね。雪玉。そう、ボムバルーンミラーが初手から初手からで、ディガーはこの位置のもう一個左かなに飛ばしてると、あそこの位置のボムタワーが攻撃してこないので、ディガーの位置めちゃくちゃ大事ですね。これ本当に。さあ、もうほぼディガー削りでの勝負になってくるんじゃないかなと思います。ウッドとかで回して、で、またどっちかに相手はディガー飛んでくると思うんですよね。初手からミラーはやばいっすね。まあ、アチャメガゴなので、まあ、多分ですが、僕の方が相性いいんじゃないかなというところで、さあ、ディガ飛ばして、で、ここに置いとけば、多分相手のボムから、そう、攻撃食らわないんですよ。で、あー、これね、ディガがちょっと早かったかな。バルーンがタゲ取ってて、ディガが殴るようにすれば、めちゃくちゃね、ディガが削るので、もうこのバルーンは、落下ダメが入れば、もうめちゃくちゃハッピーというような感じでやっていければいいかなと思います。さあ、このメガゴ一発ぐらいは許容しましょうかね。で、相手右にさっきから一応ディガ飛ばしてきてるんで、タルババとね。まあ、ナイト右に合わせつつの、左にバルーンディガをしたいけど、まあまあ待っても良さそうでありますよね。まあこっちちょっとナイト来たんで、組んでいきますか。ボムプラス雪玉があれば基本的にバルーンは止まりますね。よいしょ。さあ、とりあえず削っていきます。めっちゃ削ってきます。あ、やばい、これ雪玉が、やばい。待って、本当にごめん。こんな、なんか汚い雪玉を見せたくない、俺は。さあ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 さ。で、若干ね、回転が辛くなってくるが、まあまあまあ。ここへ見したかったな。いやー、マスク残ってる。まあ、雪で、爆破に当てて、この、バルーンの爆破ダメを入れないようにしたいですね。やばい、ワンチャン負けそう。まあ、今のところちょっとだけダメージリードはしてますね。さあ、ボム雪あればバルーンは止まる。まあ、なので、相手、こう普通にね、ケツマスもいいと思います。これも行っちゃいます。行って、まあ、行っても来ますと。で、ここは、ウッドとかでちょっと延命してあげたい感もありつつの、ボムが間に合う。さあ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 。危ない。めちゃくちゃ怖い。で、この間のディガーで削ってるってイメージですね。よいしょ。で、ここはもう2周目相手はこそ来るっすね。これも止めて雪玉ぐらいで、オッケーオッケーオッケー。いや、めちゃくちゃいないと。めちゃくちゃいないと。攻め行き来い。あー、オッケーオッケーオッケー。攻め行きた。で、ナイト使ってるんで、ここはちょっと位置変えますね。よしよしよし。さあ。いい位置のボムですが、高めマスケが空いたら辛いんじゃないという感じでね。さあ、形を組んで、これもバルーンディガーで終わったんじゃないですか。で、またナイト咲いたんで、ディガーこれ拾えないので、この位置とかに飛ばして、
よいしょ。さ、ウッドプラスの雪玉でアーチャーをしばき、高めマスケで、どんどんしばいていくと。いや、これはね、完璧ですね。なんかこのペースを一生つかめば、まあ、負けないと思いますね。さあ、で、これちょっとウッドとかで延命できるとおしゃれなんですけど、延命できない。この雪玉でね、ちょっと怖いですね。ペースがね、ペースがね、ペースがね、まあ、ボムを置いとけばマジで。ボムの爆発邪魔だな。さあ、延命する、雪玉打つ。あ、いけいけ、相手の端前がちょっとうまいっていう。ボム高めに置いちゃいます。よしよしよし、ここ延命、ここ延命、ここ延命しろ、延命しろ、大丈夫でしょ。さあ、反撃のターンでございます。まあ、ディガープラスの、まあ、雪玉でしっかりディガー削りでね、本当にディガーで削るっていうイメージを持ってもらうだけで、このバルーンがね、爆破が通ればもう勝ちだと思っていいかなと思います。多分、一発もバルーンの爆破というか、普通に攻撃は多分通ってないと思うんですよ。そう、基本的には、まあ、通らない。爆破が入ればいい。で、ディガー削りみたいな感じでね。ボムタワーの攻撃を受けない、めちゃくちゃ隅っこディガーを、やるだけで、結構勝てますね。なので、隅っこディガー読みでナイトとかを出してくるようになるんです、相手が。まあ、そしたら位置を変えるっていうのが大事なんですけど、まあ、相手が先にもうナイトとか出してたりしたら、普通に隅っこのね、位置固定でね、いいと思います。まあ、高めマスケとかいたら、高めマスケというか、相手がマスケとかだったら、そのマスケを潰しに、ディガーを飛ばすとかでも結構いいと思いますね。まあ、あっち当たったんで、しかもなんか後ろの方にいたんでいいかなって感じでね、ステイしてましたけど。今回相手はザッピーなので、まあ、キョロイホバか、ザッピーホバー、まあ、プリンセスか LSP のどっちかの親衛隊ロイフグだと思いますね。さあ、これは今ね、ザッピーとホバー対空2枚咲いたんで、まあ、バルーン止まらんやろって感じで飛ばして、まあ、ザッピーに止められる。やっぱ一発、俺の好きが、まあ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 、まあ、これはね、勝ちたい気がしますね。ザッピーホバの、新衛隊プラスのロイホグデッキだと思います。まあ、ザッピーもホバも両方厄介っちゃ厄介なんですけど、まあ、僕はやっぱ回転が早いので、いや、マスク入ってる。いや、ラッキーすぎる。で、最近ね、この LSP なんですけど、この相手のデッキは、LSP の枠がね、あれになった方もいるんですよね。なんだっけ。LSP の枠がプリンセス、そう、やばくないですか。なんで LSP がプリンセスになるのって感じなんですけど、で、まあ、これはワンチャンバルーンを通してもいい、通りそうな気もする。雪玉打てば、さあさあさあ、過剰にね、相手はもう通したくないので、過剰にね、防衛するしかないと。で、ウッドでザッピーとかちょっと爆破に巻き込めるとおしゃれみたいな。あ、待って、やばい。あ、まあまあ、タゲが変わる。スケで地味に下がりましたね。で、ここはね、もう、ファイブを使ってくれたら使ってくれたでいいので、こう、マスキーいる時とかに飛ばすと相手はね、はい。まあ、回転がきついですね、というところで、いや、マジで、ボムバルーンの、まあ、ナイト、まあ、アイゴルでもいいと思うんですけど、なんか、謎にナイトがね、使いやすいんですよね。さあ、これも、別に、この辺でね、置いてあげて、相手はファイボータルババなので、僕のこの低めのマスケットを処理できないんですよね。まあ、なので、これは、鉄壁かなと。さすがに負けねえな、あと20秒でしょ。まあ、なんならボムタワーね、2周回しますね。こっちに置いて、多分真ん中ホバとかもやりたいと思うんですけど、さっさっさっさ。これ延命して、延命して。さあ、ボムを2回ね、立てていきたい。ウッドとボムの範囲と雪玉で、さあ、結構やばいが、まあまあまあ、という感じです。さあ、グッドゲームでございます。いや、マジで、普通に強いし、あと、ウルトラとかがね、まあ、ディガーとか、ウッドはありますけど、ディガーもあるけど、あるか。結構なんか、無課金向けだなとか思ってたんですけど、全然そんなこともなかったかもしんないですね。さあ、よろしく。ベガマルさん、何かの、アニメのキャラですかね。わかんないですけど、よろしく。結構適当なんですけども、まあ、とりあえず、基本的にディガーで、なんか、することなかったら、ウッドだったり、雪玉だったり転がすイメージっすね。
で、相手がトルネード持ちとかの時は、まあ、2周目、3周目のバルーンを通すっていうような感じです。さあ、今回相手は、ナイトアイビズの、まあ、クロスかスケラー、まあ、遅延、トルネ、施設トルネは間違いないですね。さあ、なので、ちょっと嫌ですね、個人的には。あ、待って、最悪。あ、これやばい。本当に、一番やったらダメなやつですね、これ。一番やったらダメなやつをやっちゃったんですけど、まあ、今な、施設咲いたからなって、バルーンディガやりたかったんですけど、よく考えたらクロスがあるんで、クロスプラスのトレンドで普通にキング起動されるってなったら、ひどいね、アドになっちゃうんで、僕はね、できるだけバルーン飛ばさずに、まあ、ディガーで削っていきたいですよね。ナイトマスケを積極的に作って、これでなんかリズムを作っていきたいというか。さあ、鉄壁ですね。相手は結構テスラを割くんですけど、クロスがあるんでね、嫌ですよね。まあ、ユキで、まあ、ナイトで拾われるんですけど、違う位置にしたらキング起動されちゃうので徹底ですかね。さあ、一応延命してあげて、まあもうなんか相手も程よい攻めですね。僕はちょっと守りすぎたイメージがありますが、いやーこれねー、なかなかハードだと思いますね。施設プラストルネの、まあ、高回転。このね、遅延テスラクロスはなかなかきついんですけど、マスケットがね、相手はきついんですよ。まあ、なので全然こう戦えない部分でもないという感じでね、まあ、ポジティブにちょっと頑張っていきましょうか。さあ、ここもね、ほら、ダメージをどうにか稼ぎたい。もう2周目、3周目でいきたいですけどね、なんなら、僕としては。もう攻めちゃいたい。よいしょ。で、蓋して、ボムいるかな？いや、いらないっすね。で、ちょっとマスケ残ってて、いや、ワンチャン行っていい？と思ったら、あ、これ行ったらやっぱダメでしたね。本当にごめんなさい。こんなんもうトルネで終わるんですよね。あ、マジでやばい。やばい。やめてくれ。で、トルネ使ったから、バルーンディガーを2周目目指す。さあ、これテスラが間に合わない。いや、ワンチャンあるぞ。まあ、トルネかな。トルネで終わるっちゃ終わるんすけど、いや、トルネは間に合わない。さあ、いや、でかい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 。ペースはちょっとだけ来てますね。やっぱ回転が速いと何でもできちゃうっていう。うわ、ロケ削り来た。で、次はテスラのターンなんで、まあ、バルーンは通んないんで、しっかりディガーを通していくイメージですね。さあ、ここのディガーで削ってきます。さあさあさあ、これが大事ですね。相手は？まあ、これで取れねえか。さあ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 。オッケーオッケー。いや、悪くはない。全然悪くはない。で、ロケ打たれたくないんで、ちょっとね、マスケを高めに出して。ワンチャンテスラ？テスラはねえか。さあ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 。いや、これはいけますよ。今、サイクルが入ってますね。で、ディガー削りですね。もう本当にディガー削り。このディガーに生き玉打って、一生ディガーで削ります。バルーンは、まあ、絶対入らないけど、爆破が入ればラッキーぐらいの感覚で。で、ワンチャンクロス来たらラッキーぐらいのマスケ出して。アイビズ？はい。いや、これはね、一回アイビズ潰しちゃおうかな。いや、このディガーはあんま美味しくはねえか。いや、でもいい。いや、マスケが入る！来た！これは、一発！さあ、雪玉圏内、一応ね、他のスペルで回して、まあ、なんか、マスケがね、程よく強いのと、まあ、あと、ウッド雪なので、一応削ることはできるという感じで、まあ、勝てはしましたけど、まあ、意外と多分きついものだと思います。さあ、というわけで、もう一戦ほどね、やっておこうかなと。なんか、アイゴレ・タルババ。なんか、タルババだと、そっちの方だと、攻めタルババが強いんですよね。なんか、バルーン飛ばしたら、よくバルーンの下にハンターとか、なんかエレキとかが、まあ、よく出てくるんですよ。そう。まあ、そこに、こう、とりあえずバルーンタルババとかしとけば、なんかそのハンターとかエレキとかをたまに処理してくれて、バルーンが通るっていうようなのができるんでね。まあ、結構タルババの方がバルーンを通すって考えたら、すごい通しやすいです。まあ、ですが、ウッド雪だと、まあ、確実にこう、ディガーのダメージだったりを通すことができるみたいなイメージで、まあ、バルーン俺はどうしても通してっていう方とかはタルババでもねいいと思いますし、まあ、ちょっと俺はねちまちま削っていきたいよって方はぜひねこちらウッド型をねはいお試しくださいという感じですね。
さあマッチングしました、よろしく。お5オン5 5vs5 って書いてるクランにいるので、さてはこれはうまい、めちゃくちゃイケてるうまい人が来ちゃった説もありますね。さあランバーザップ、ペッカバルン、ランバーザップのデッキはね結構限られる。ペッカバルーンじゃないですかね、これは。ペッカバルーンの気もするが、もうちょっとまだわかんないですね。これ雪とかとりあえず打っちゃって、暇なんでね。アイウィズランバーザップ。いや、ペッカバルーンっすね、これは。間違いなく。さあ、ベビドラ。ペッカバルーンとなると、まあ、ボムで雪あれば相手のバルーンは止まりそう。まあ、一応マスクぐらいも出しちゃうか。雪玉構える、雪玉いらないっすね今回は。うん、なるほどね。でもこれをランバーとかで守ってきつつの、あペッカ今マスケもボムも裂いたからな、ちょっと嫌ですねこのペッカは。まあ、ザップ来るかな。さあ、まあ、ザップ来ない。いやこれはね美味しいペッカになりそう。フリーズワンちゃん、うい、怖え。いや、で、トルネがあるんですよね。まあ、トルネがあるので、左にバルーン飛ばしても、トルネで緊急起動されて、一発 KO でね、全然ダメージ取んないんで、僕としてはこっち。しかも今、アイウィズとベビ咲いたので、これはね、単純に単体でいいっていう。まあ、相手一本取ろうって感じかな。さあこれは爆破で耐えれる。相手が近畿道ミスってね、いやミスって年回削っていく。まあまあ一回後ろから行くと、まあ多分攻め取るねで僕のマスケとかを処理していきたいタイプだと思うんですよ、間違いなくね。いやこれ勝ちたいな。さあボム1個置いたらバルーン絶対釣れる。でこれ行きたいな逆サイ、俺は本当にこの間に。やばい、待って、本当に雪玉がね下手なんですよ雪玉が下手説あるんですけど、マジそこはちょっと気にしないでいただきたい。マジこれバルーンディガーするだけだと思うんですけどね。お願い、トルネを防衛で使って。いや節約される。まあまあまあ、そこ延命できそう。いやこれマスキ雪でいいな。フリーズワンチャン来ても大丈夫。よいしょ。よー、相手はすごい攻めてくる。あ、気づけばと170。今のトルネを使ったので、さあ、これは来たぞ。バルーン、ディガー、ウッド、勇気玉。いや、めっちゃうめえ、防衛。え、これでも、トルネ使ったんで。回んない？おい、さあ、グッドゲームと、ありがとうございますというところで、マジでバルーン、結構いますね。結構いるんですけど。まあ、雪玉が強いですね。ボム雪。ぜひね。はい。こちらのバルーンデッキも皆さん使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。